現在の大連中山広場大連中山広場近代建築群は中国遼寧省大連市中山区にある中山広場の周囲に立つ主に20世紀前半の欧風建築群現存する10棟のうち7棟が日本人建築家による設計である中国で20世紀前半の建築が集まった場所としては上海バンドと並んで有名になっている 現在残されているのは、主に咀嚼地関東州として、日本の統治下にあった1908年から1936年の間に建てられた建築物である。中山広場は10本の放射線道路の中心に位置し、周囲には当時の行政機関や銀行が集められていた。建築様式は歴史主義建築の影響が強く、 ゴシック建築やアルネサンス建築を基調とした建物が並んでいる。2001年、中国の全国重点分物保護単位に指定され、近現代重要史跡及び代表建築に分類された。1940年頃の大連大広場、シベリア鉄道の太平洋側の玄関口となる不登校を欲していた、帝政ロシアは、1898年に、 両島半島南端を咀嚼すると、大連湾に面した青泥窪に、商業都市、ダーリニーの建設を開始した。ダーリニーは、パリに習った、多新放射状街路を持つ都市として計画された。都市の中央に配された、円形広場は、ニコライエフスカヤ広場と命名され、周囲に、市庁舎、郵便局、銀行、集会場、 商業取引所などが建設される予定だった。しかし日露戦争までのわずかな期間に完成したのは北部の行政市街だけであり、その他の外区では宅地造成は進んでいたものの未開発のさらちが大部分を占める状態だった。1904年5月、日本軍はダーリニーを占領し、1905年1月、ダーリニーを大連と解消した。 小玉玄太郎の方針により、ロシア統治時代の都市計画を基本的に引き継ぐことになり、ニコライエフスカヤ広場は大広場へと改称され、ここに大連民政書の新庁舎が建設された。以降はこの広場が行政の中心地として発展し、今日に残る近代建築の数々が建設されていった。戦後、1945年11月に中国人による 大連市政府が成立。大広場は中山広場と解消され、周囲の建物には公的機関や銀行が入居した。以後60年以上にわたり大きく手を加えられることなく維持され、現在は大連の代表的景観として保護されている。旧朝鮮銀行大連支店コリント式オーダーが並ぶルネサンス様式の建物。朝鮮銀行は 日本統治領での中央銀行としての機能を担っており、大連支店の業務拡大に伴って建物を新築した。戦後、朝鮮銀行が解散した後も建物は銀行として使用され、現在は中国交渉銀行中山広場志向が使用している。設計者は朝鮮銀行の建築顧問として多くの銀行建築を手掛けていた中村与た平。 形状に建築事務所を構えていた中村は、この新築工事のために1917年に大連出張所を開設した。なお、1922年に中村が活動拠点を日本に移した際に、同出張所を部下の宗方周一に譲っている。旧大連民聖書関東都督府民西部の下で大連を管轄した行政機関。 大連民聖書の庁舎として建てられたゴシック様式の建物。日本統治下の大連で最初に建てられた官庁建築でもある。時計塔を持つスタイルはヨーロッパの市庁舎を参考にしている。レンガは大連市内の満州レンガ会社製。石材は山東省産の薄紅色加工岩を使用した。1922年より大連警察署の庁舎となり、 戦後は大広場警察局と中国海軍公勤部が使用した。現在は遼寧省対外貿易経済合作庁が使用している。設計者は関東都督府土木課の前田松院。前田は中国東北地方に渡った最初の日本人建築家である。日露戦争下の1904年に軍倉庫の建設に携わり、 1905年2月に大連軍政書の職託技師となった。しかし2年後の1907年10月には東京高等工業学校の教授に抜擢され民政所長者の完成を待たず帰国した。在任期間は短かったが大連の民間建築に一定の規模と対価構造を求めた建築規則の草案作成にも参画するなど大連の都市建設に 大きな影響を残した。1929年頃の英国領事館1914年に、竣工したイギリスの在大連領事館。設計は、イギリス公務局の上海事務所議師長補佐だった、エイチアシェッド。大広場に面した唯一の在外公館だった。1952年以降は、大連市61幼稚園が使用していたが、 1995年に取り壊されて、2000年には大連金融大退化が建てられた。なお、1928年に、領事館敷地内に、英国聖公会と日本聖公会の共同で、二代目の赤レンガの大連聖公会協会が建てられたが、これは玉郊外礼拝堂として現存している。旧大連大和ホテル大和ホテルは、 南満州鉄道が経営した高級ホテルチェーンで、中でも大連大和ホテルは最も格式の高いホテルだった。着工から春工まで5年をかけて入念に建設された大建築である。建物正面は花崗岩の世に屋敷オーダーを並べたルネサンス様式。客室数は115室で蒸気暖房やエレベーターも設置されていた。設計者については、 諸説あるが、南満州鉄道技士の大田武氏とする説が有力視されている。現在は、ホテル、大連品館として営業中であり、外国人の宿泊もか、旧大連市役所玄関の東派府など、日本建築の遺装が取り入れられており、東屋のデザインは、京都祇園祭りの雑誌をイメージしたとされる。設計者の松室重光は、関東都督府土木家の課長で、 大連民政省を設計した前田松院の公認にあたる。松室は京都不義市時代に社寺建築の保存修復にも業績を残しており、建物のデザインにもその見識が反映されている。戦後の1947年から1950年は大連市人民政府庁舎として使用され、その後は市政府各部局の分庁舎となった。 現在は中国交渉銀行大連子文庫が使用している。旧東洋拓殖大連子店植民地事業のための国策会社である東洋拓殖株式会社の大連子店。設計者の宗方周一は広場の対面に立つ朝鮮銀行大連子店を設計した中村大介平の弟子にあたる。仮想に連なるアーチ窓にアメリカ商業建築の影響が見られる。 戦後の1951年から1957年まで中国共産党大連市委員会庁舎として、その後は市政府の分庁舎として使用された。現在は交通銀行大連市分校が使用している。旧中国銀行大連市店新国大新銀行の大連市店として建てられたアルネサンス様式の建物。中央の東屋には、 フランス風のマンサール屋根を乗せている。1912年の中華民国成立に伴い中国銀行へ解消された。戦後は大連市教育局庁舎として使用された。現在は中心銀行中山志向が使用している。なお、同志基地の右側に隣接して台湾銀行大連市店が1910年に建設されており、現在は 大連銀行中山支店として使われている。大連人民文化クラブ新中国の設立間もなく、ソ連軍がまだ、旅順、大連に駐屯し、中山広場の旧関東挺戦局が、ソ連軍司令部で、旧横浜商金銀行が、ソ連の極東銀行支店になり、旧関東挺戦局は、ソ連軍大連警備本部であった、困難な時期の1950年に、 コンサートホール県劇場としての大連人民文化クラブを建設している。日本が大連を咀嚼中も映画館、小劇場はあったが、これほど大規模な文化施設は建設されず、現在も大連市の主要な文化施設として、内外の演奏家、演劇家に利用されている。設計はソ連チームで、リーダーはベラルーシ人のナジェフ。1995年、 2008年の2回にわたる全面回収を経て、現在の収容人員は1階が600席、2階が400席。旧横浜賞金銀行大連支店日本唯一の外国為替管理銀行だった横浜賞金銀行の大連支店として建てられた3連のバロックドームを持つタイル張りの建物。基本設計は日本で、妻木より中が行い、 弟子にあたる満鉄技師の太田武氏が、向きの図面をもとに、実質設計を行った。1945年より、極東銀行が使用。現在は、中国銀行両名省分校が置かれている。外貨両替もかだが室内は撮影禁止。旧関東挺新局関東州での郵政事業を担当した、帝新省関東挺新局の庁舎だった建物。 同じく松室が設計した大連市役所の対面に立つ。同じ設計者の建物が向き合うのは異例だが、当時の松室が関東都督府でただ一人の建築技師として設計業務を一手に引き受けていた事実の少佐とも言える。戦後はソビエト連邦軍大連警備司令部が接収。現在は大連市郵政局が使用している。 上の大連金融大化及び中に書いたものを除く建物はすべてに選ばれていて保護されている。また上の建物はすべてに選ばれ保護されている。中山広場とこれらの建物は大連一番の観光地になっているだけでなくすべて銀行などの業務に実際に使われているため21世紀の初頭には 建物の保護と実用化の矛盾で次のような実態を提している。ありがとうございます。